おはようございます。今は餌を食べ終わった後です。のんびりしてます。はい、で昨日こんな感じで鶏の鳴き声がめちゃくちゃうるさくて、自分の声が聞こえないっていう感じだったんですけど、実こんな感じですね。実は毎朝、この鶏の鳴き声と、あとは真隣でやってる工事の音、あとご近所さんの、爆音で流れる音楽の著作権も気にしながら朝の撮影をしています。アフレコでいいじゃないかっていう感じなんですけど、なんかこの撮りながら声を出すのもいいかなと思って撮っています。はい、みるみる大きくなってきました。来月末ぐらいに出荷なんですが、あと1ヶ月ぐらいでどれぐらい大きくなるのか楽しみです。で、母豚なんですが、あれいないと思うかもしれないんですが、こっちですね、あの出産するケージに移動しました。もううるさーい。はい、こっちの出産するケージに移動しました。っていうのもあと2週間ぐらいで出産なんですが、お腹がかなり小さいので、何匹生まれるかなっていうところです。また移動した動画も撮っているので、後日アップロードしたいと思います。はい、鶏が鳴き始めたのでそろそろ終わります。はい、以上。